フレームチャンネルへようこそ。はい、ということで今回は2020年モデル注目のロードバイクを紹介しようと思います。クルちゃんに来ていただきました。クルーズです、よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。久しぶりですね、はい、今ね自転車 YouTuber で今 BMC、はい、で働いてると。はい、今日持ってきていただいたバイクは何ていうバイクになりますか？これは BMC のタイムマシンロードという自転車です。タイムマシンロード、すごいんですよ。デザインが流れるような感じの、そうですね、作り。ここ珍しいですよね。はい、ボトルのデザインがフレームの中に入ってますね。入ってますね。それどういう意味があるんですか？ボトルがついたままの方が速い。それはエアロ効果がちゃんとこう成り立つってことなんですか？入れた方が。普段自転車走ってる時ボトルついてますよね。ちなみにここは何ですか？なんかチューブとかツール、ツール系が入るものなんですね、はい、サドルバッグと同じサイズぐらいです。じゃあそれもフレームの中に一体化してると、はい、ちなみにねこっちにパカッと開く場所があって見えるかな、パカッと。ここにツールケース系が入ると、はい、チューブとか、はい、これいいですね。フレームの一体感を感じる、まあ、フレームの形状はよく分かったんですけど、はい、このホイールもすごいですよね。そうですね、これも DT スペースのカーボン。あー、いいやつや。はい、スラムの新しいフォース12速の、うん、電動シフター、シフターですね。ルックセットがついてます。で、あとね、思ったのがね、線がどこにももう見当たらない。なんか全部内装されてるんですね。そうですね、全部内装です。このステムも、まあ、BMC 専用のものなんですか？はい、BMC の ICS っていうステムのシステムです。これですね、はい、ステムの前にもガーメンの特別のマウントがついてます。ついてるんですね、はい、完全一体型になってるんですね、ここは、はい、で、GoPro のアダプトもあります。あー、よくできてる。ディスクだと思うんですけど、なんかカバーがついてるんですか？ディスクのね、ここも、はい、これも多分あれですか、エアロを増すためにこういう形状になってるんですか？はい、もちろんもうちょっと重くなりますけど、エアロ系なのでもっと速くなるようになってるんですね、はい、もうよくできてますここ。はい、ということでね、2020年の注目のロードバイクについてお話を聞きました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、 BMC ぜひ試乗してみてください、ね、そうですね、ぜひ一回乗ってみた方がね、はい、良さが分かりますからね。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。もしこの動画がいいと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録も忘れずに、次回の動画もお楽しみに。それではさようなら。俺を